おはようございます。今日は2020年の10月の12日ですよね、月曜日でございますが、これからですね、東海道新幹線と新大阪東京間を移動するというなんとも普通な動画のはずなんですけれども、私ですね、10月の1日にお江戸を立ちまして、それから530キロ自転車で、東海道を全部走って、この新大阪までやってまいりました。でそれ以外公共交通機関は利用していないという状態でございまして、本当にしばらくぶりにですね、新幹線および公共交通機関を利用すると。それでそれが一体どれぐらい素晴らしいことなのかというのをおそらくね、体験するんじゃないかと思うんですよ。まあこれからちょっと東京行って、また今日中に大阪帰ってくるんですけども、要するにね、何のためにする新幹線乗るかっていうと、今までの自分が一体どれほど、大変な工程をやってきたか、そして新幹線というのがどれほどありがたいものであるかというのを実感しまして、そして最終回、東京から大阪までの自転車の旅を締めくくって終わりにしたいと思います。さあ早速出ましたけども、多分もうこの時点で普通に自転車より圧倒的に速いですからね。これでですよ、さすがにまだ速さの実感はしませんけど、いやでも速いよな。あのビルの脇を1個行き過ぎるのに何秒かかるわけですもんね。信じられない速さだよ。この速さでずっと行っても今日の夜には東京に着くんじゃないですか。それだけでもすごい発明だと思いますよ、今のこの速さでもね。ああ信号待ちもないし、こんなでかい交差点だったらもうあそこ歩道橋で登って越えるの大変だったでしょうね。ああ早いもんだ。道ももう JR があらかじめ決めて、あらかじめ作ったやつをまっすぐですから、待ち割りとかでくねくねしたりとかね、そんなこと考える必要もないし、最短距離をまっすぐですよ。本当に早いね。現時点でももう十分早いし、そして何より安全です。後ろから自動車が来るかとか歩行者が飛び出してこないかとか、そんなことは気にしないで、プロの運転手さんに運転を任せておけばいいんですから。さて颯爽と今新大阪を出ましたが、東海道新幹線とそれから東海道本線はあまり並行しておりません。あ、間違えた。東海道新幹線と旧東海道はあまり並行するところが現時点では多くありません。次に新幹線が通過をする最初の宿場町は大津です。おお、自転車が頑張ってる。あんなのもうこっちからしたら動いてないも同然じゃないですか。見ることすらほとんどまともにできやしない。昨日1日かけて移動した京都大阪間ですよ。まあ朝の8時ぐらいに京都を立って、それで大阪に着いたのが夜の8時でした。12時間かかりました。まあそれは僕が遅すぎるからっていうのもあるんですが、瞬きしてあくびしてる間に京都ですよ。しかし多分本当に感激をするのはここからでしょうね。京都を過ぎてからいよいよ旧東海道と完全に並行するということになりますので、その時に新幹線がそれぞれの宿場町をすっ飛ばしていく様はさぞ見事だろうと思います。おお、なんだ大物車がいるじゃん。あれ四季線とかなんとかいう、あの大型の貨物を運ぶレアな車両ですよ。本当にもう着いたわ。確かに京都だわ。信じられない。一瞬じゃないですかこんなん。もうまさに一瞬ですよ。瞬きしただけじゃなかったかな、他に何かしたでしょうか。さあ京都を出発、次の大津まで結構距離がありましたよ。大阪山を越えるんですからね。この列車には関係ないんでしょうけど、まずね、京都駅のあの烏丸通りのあたりから鴨川までは一瞬で着いてしまって、その時点でびっくりなんですけどね。ちょっと車内放送の案内をしている間にもう鴨川じゃないですか。おお、もう通過していくよ。おお、という感じですが、まあ、ここからね、三条大橋のところから行く東海道はあの山を越えるわけじゃないですか。新幹線トンネル入っちゃいますから。トンネルなんてないですからね、旧東海道には基本ないですから。宇都宮とか鈴鹿とか明治になってから一応後から作られたトンネルってのを今回も通りましたけれど、こんなに長く立派なトンネルは鈴鹿でまあ全長 300m ぐらいのトンネルを1回通っただけかな。この上でうねうね曲がりくねって
ここが京都の出入り口、神社にお参りして旅の安全をうんぬん、寄っているところを新幹線ではすぐに通り抜けてしまいます。でもさすがに大阪山のトンネルはちょっと長いみたいですね。ずっと走ってる。逆にどこまで行っちゃうんだ。もしかしてもうトンネルを抜けたら大津なんて過ぎちゃってるんじゃないのかな。そうだわ、大津ギリギリね、今過ぎてなかったけど見えました。まあ多分一瞬映ってたと思うんですけど、瀬田の長橋が見えましたよ。でも一瞬だった。あ、見えたと思ってカメラを押した瞬間にもう瀬田の長橋は終わっちゃいましたよ。あれを渡るんだって冷たい雨の中一生懸命頑張ったのに、もうすでに大津の宿場も過ぎたかなとか言ってる間に過ぎ去っていたようです。とっくにね。そしてもう多分ね、ここは草津市内なんじゃないかと思うんですよ。そうなんじゃないかな、多分。むしろ安すぎてるわ。あっちが草津でしょ。いや違ったわ、あれが草津だった。多分そうだよね。え、これで安だったら嫌ですけど、あれが草津だ。そんで私はもうあそこの山の方へ行って鈴鹿峠を越えてきたわけでしたけども、それはずっと向こうに見て、まあ新幹線はその分少しの遠回りをするといえばするんですけども、つっても遠回りには早いよな。長いトンネルいっぱい掘ってね、鈴鹿峠も大変だったんですよ。これね、思い出に鈴鹿峠とか箱根峠でついた植物の種を今でもくっつけたまんまで暮らしております。自分の体力と相談しながら何日も何日もかけて、そしてようやくたどり着いた大阪から、1万5千円くらい払えばピュッと、もう朝出ればその日の朝のうちに到着をする、こんな乗り物ができて、それがしかも自転車より安全と来てる。こんな素晴らしいものはない。旅がね、とても安心なんですよ。新幹線に乗ってると何も心配しなくていいんだから、それがね、本当に価値のあることだなって思いました。これは今までの自転車の旅をやらなければ本当に気づかなかったことです。速さは頭では理解しました。今ここで、うお、本当に景色がぶっ飛んでるっていうのを見て、興奮しながらですね、ずっともう新大阪からデッキに行ったら、僕実はあのグリーン券買ったんですけど、まだ1回も座席には座ってないですが、これずっと景色を楽しんでる。それもすごいですけど、こんだけ速くてあんなノロノロ走ってる自転車よりも楽で安全なんだから、そして実は経済的なんですよ。でもね、気づいたこともありますよ。やっぱりあまりにも全てのものが一瞬で過ぎ去ってしまうから、あ、ここに咲いている彼岸花がどうこう、あ、ここで木曽の義仲がとかね、あ、この石碑、あ、ここで鳥羽伏見の戦いがあったのか、そういったことに目を向けることはもちろん全くできません。だから新幹線が素晴らしいものであるということはもちろん理解していますし、別に否定するような要因は全くないんですけども、ただじゃあ自転車の旅がね、新幹線と比べてすごく劣っていたのかというと、それは決してそんなことはなかった。大阪へ行く手段としては不便ですよ。ビジネス利用に自転車なんて絶対無理ですけど、でも観光ではね、途中のところで、あ、こここんなものがあったのかなってことを一つ一つ自分の目で全ての景色をきちんと頭の中に取り入れて理解しながら進む旅行も、あ、旅行してていいな、どんどん自分でそのいるところを開拓しながら進んでる感じがしてね、すごく楽しかったです。きっとまたいつかこの辺りで中山道の旅をして、その時に、あの時新幹線でめちゃめちゃ速いのを体験したなと思い返すことが来るでしょう。またいつか中山道の旅お楽しみいただければと思います。多分この動画の一番の見どころ名古屋からだろうから、そう、一旦席帰っとこう、座るタイミングなくなっちゃう。さっきの彦根辺りから名古屋まで弁当を食べるということしかしなかったんですが、それも弁当はかなり全速力で食べたんですが、もう到着しちゃいましたよ本当に。草津宿からこの名古屋宮宿まで東海道新幹線は旧東海道のルートから外れているんですが、もう私が弁当を食ってる間にまた旧東海道のルートに戻ってしまいました。まあ、正確にはまだ名古屋駅周辺は東海道宮宿とはちょっと違いますので、少し進んだ熱田からということになりますが、もう熱田なんて一瞬ですよ。もうどっかこの辺じゃないの。この辺りが東海道の宮宿、そして次は鳴海です。
どっかこの辺りが東海道の宮宿、あのタワーブリッジみたいなあの橋わかりますね、あれにちょっと見えたじゃないですか、あれありましたもんね、この辺だ。ここから七里の渡しで延々桑名もしくは十里の渡しというのもありまして、それで四日市まで行ってたんでしょう。さあそろそろ鳴海かなと思ったらね、もう鳴海ですとか言った瞬間に鳴海のあたりに差し掛かってます。あの山の裏が鳴海の宿場町だったようですが、とっくにもう過ぎ去っています。次は地流です。桶狭間がね向こうの方みたいですよ。そう言いながらどんどん離れてますけど、53次の一次それぞれがどれも、まあ、最低でも 4,5 キロは移動しなければならない、まあ、それはむしろ近いぐらいの大仕事だったんですが、もうあそこにあった地流が過ぎていきます。あれそうでしょう、多分立派な町でしたよ。確かにそうだったけど、そして抜けるのもすごい大変だったけど、新幹線はそれを知る目にあんな大きな町があるとはまるで気づかせないかのようにもすぐに過ぎ去ってしまいました。はい、そして次は岡崎です。岡崎ですが今もうすでに三河安城のところまで来てますから、三河安城から岡崎ってのはもう矢作川を渡ってすぐなんじゃないかな。自転車ではすぐじゃないですよ、結構な長距離ですけれど。ああ、もう向こうに岡崎が見える。あれ岡崎でしょう、多分あの街並みではそうだと思うんですよ。ほら矢作川じゃないですか、これだって渡るの延々ずっと渡って一瞬だったな、3秒くらいしかかかってないんじゃない、渡るのに。自転車だったら1分ぐらいかかっちゃいますから、なんだかんだ信号待ちとかも含めればもっとですよ。さあ岡崎の次は藤川、そして赤坂と続くはずですが、今山のこちら側に入ってトンネルに入りましたけれど、東海道はこの山の裏側を通っていくことになるはずです。だからもう全然私の知らないところで藤川の宿場を通過して、なんかねあの向こうにあの辺に藤川とかがあるらしい。もう過ぎてるのか、信じられない、本当に信じられないな。そしてこの、まあ、山のちょっと低くなっているようなあたりを行くんだろうと思いますけど、と思ったらねもう岡崎と藤川の間のこの一つの宿場の分はもう気づかない間にもうこんなに過ぎてしまいました。現在地はここです。で次の宿場は赤坂なんですけども、もう赤坂のかなり南はほとんど同じぐらいのところにいます。旧東海道はこの山の裏側でしたけど、時折さっきからみかん畑なんかが見えまして、そういうあの時もみかん畑見ながら走りましたよね。本当にすぐだ、信じられない。なんか自分がね移動してるという実感が湧きません。別に悪い意味で言ってるわけじゃなくて、本当に自分がここにいるのかどうかがねなんかよくわからない。そんなこと言ってるうちにもう赤坂固有の2つの宿場もまとめて、まあそのかなり南側全然違うところではありますけれど、もう過ぎてしまってるんだな。2個まとめてね、ゆっくりのんびり松並木の中を走った場所ですよ。それがこの山の裏側、東海道は人が歩く道ですからね、山の上の方に登ってったって別に多少は人は登り降りできるわけです。新幹線はそれよりも平らなところをスーッと過ぎ去ってしまった方が早いので、山は迂回したりトンネルを掘ってぐるっと抜けたりそういうことをするわけですね。いやーすごいや。そしてなんとですね、もう豊橋が目と鼻の先まで来ている。何だったんだあれは本当に。僕は一体どうしてあれほどあの山と山の間を抜けていったのか。ずーっと一日中自転車を漕いで、もうなんかね私朝の8時15分に、新大阪の駅から新幹線に乗って、もうなんか1時か2時ぐらいになってる感覚なんですよ、移動距離が長いから。でもね時計を見るとまだ1時間しか経ってない。マッハのスピードで走っているように感じられた東海道線の電車をあっという間に追い抜いていきます。あの電車並みのスピードで走ればあれでも今日中に余裕で東京に着けるのにね、明るいうちに着くはずなのに。はあ、豊川もう渡っちゃいましたよ。もうだから完全に豊橋のもうど真ん中だ。あんな大きな豊橋の街をしかも
乗っているこの列車は通過してしまうなんてね。東海道吉田宿に到着と言いたいところですが、全く到着などせずに速やかに通過します。あれ、ここにもまた機動検測車いるぞ。キアが、あれはレール輸送かな、関係ないけど珍しいですね。今日は珍しい車両いっぱい見られて嬉しいわ。次はね、二川です。二川までは東海道本線も旧東海道も、東海道新幹線もみんな一緒に走るわけですが、本当にもう二川までもすぐ行っちゃうんじゃないか。あの素晴らしい街並みでしたけど、もう通過するようだ二川を。あとね、もうすでに、あ、もう次は二川宿ですよねみたいなことを言った瞬間にはもう豊橋と二川の中間地点ぐらいまで差し掛かってますから、あそこを自転車で漕いで、まあ、平らな道のりでしたけど、ちょうど駅のところに、あ、うなぎ屋さんがあるななんて感じがあってね、こっちか。すごいことだよ、本当にすごい。僕感動して泣いたりとかしないんですけど、多分そういう性格だったら今泣きながらこの景色を見てたと思いますよ。そういう性格だったらよかったな、そしたらこの凄さが皆さんにも伝わるのに。ちょ、今一瞬だけ間違えてカットしちゃいましたけど、カットはあの ほぼもう1秒ぐらいしかあの録画中断しておりませんので、そのリアルタイムの長さを皆さんに見ていただいているんですが、もう今これでなんかあの辺でうなぎ食べましたよね。どっかこの辺の坂道のところで食べたわ、1800円のうな重、うまかったですが、もうそれも過ぎ去った。あれ、もしかして二川の宿場も過ぎたのか。早すぎて全然何もわからないぞ。あれ、なんか過ぎたみたいですね。自分が宿場町を過ぎたことすら気づかなかった。ずっと横に見てたのに。これが東海道新幹線が一つの宿場町を行く、それにかかる時間ですよ。もちろん宿場によってその距離が違いがありますけれど、もう二川から離れてこんなところまで来ちゃってる。ここからは旧東海道は向こうの山の上の方へ登って、そして潮見坂の上ですね、白塚宿のところを行っていたんですが、あー、もうこの辺りで愛知県も終わっちゃうじゃないですか。僕もちろん江戸時代の人間ではないですけど、今回の旅を通じて江戸時代の人間の価値観、感覚というのを多少は培うことができたかなと思います。岡崎城に書いてありましたよね、徳川家康の言葉で、不便なものをスタンダードだと思えば何も別に不満が生じることはないのだと。東海道新幹線新大阪東京間2時間30分、長いと思うか短いと思うか、まあこれは人それぞれだと思いますが、僕は一瞬だと思いますね。そう感じられる感覚を培うことができてよかったですよ。徳川家康が立派な人だったのかどうかとか僕は知りませんけど、まあ、ともかくやっぱそれなりのことを成し遂げてきたから言うことが違いますよね。東海道新幹線なんかなかった時代から私の感覚と同じものをもうすでに持っていたわけですから、僕はすごく便利なものとすごく不便なものを体験したからね、それは分かってて当然なんですけど。さあ、そしてもう今新井町を過ぎました。ここはもう白塚宿があるって言ってたのに、僕が徳川家康の話をしている間にもう宿場は一つ通過して次の宿場に来てるんですよ。今家康の話してる間に宿場を2つ飛ばしちゃった。そして、今これは浜名湖です。新井の私が昔はもうこの辺りで湖の上4里じゃない、間違えた、1里の渡し船が通っていたところでございます。ここも新幹線取りましたよ、橋の上から。ほんと懐かしいな、数日前のことなのにね。船で渡った先が反対岸舞坂宿です。舞坂の宿場もすぐです。今弁天島と舞坂はもう新幹線では同じ場所だと考えてもいいでしょう。あそこが宿場ですよ、脇本陣とかが残っていたところ、皆さん一緒にご覧いただいたかと思うんですけど、今ここでずっと喋ってる間にいくつ宿場を通過した。豊橋、二川、爪の水ですいません切れなくて、ね、豊橋、二川、白塚、新井、舞坂、もう5つの宿場を通過した。これはね、本当にありえないことですよ。信じられないことだよ。いや、今自分が体験してるんですけど、
5つですよ、僕がただここでデッキに立って喋ってるだけで。これグリーン券買ったけど東京までずっとデッキに突っ立ってるだけで終わるんじゃないかな。それでも全く問題ないわ。こんな楽しい新幹線の乗車体験は今までなかったね。一回もなかった。釣ってたらまた次の宿場を通過します。もう舞坂から浜松もう結構長かったですけど、長いとかもう何も関係ない。ほらあれが私が浜松の本陣だと言って泊まったアクトシティ大倉ですよ。まだ随分遠くにあるように見えるけれど、もうぐんぐん近づいてきています。この辺りで小学生たちが学校へ向かっているなんて、そんなことを見てね、ずっと自転車で旧東海道行きましたよ。もう早すぎてどこが旧道なんだかもう全くわからない。うわー、もう駅を通過してる。もう早いねごめんなさい、何も言えなくて申し訳ないんですけど、新幹線なんて今まで500回か1000回ぐらい乗ったことあるんじゃない、そんな乗ったことないかな、500回ぐらい乗ったことあると思うんですけど、今までで一番感動だ。初めて新幹線に乗った時よりも明らかに楽しいし感激してますね。さあ浜松を過ぎましたんで、次は天竜川を渡って、思い出した、あの今岩田になってるところです。宿場の名前で言えば三つけ、もうそれもあの調子だと そこら辺にあるんじゃないの。でも天竜川を渡るところはね結構長かったから、浜松から次の三つけまではさすがに新幹線でもそれなりにかかるはずですが、あのめっちゃ大変だった天竜川のところももうこれで通過ですか。はあ、あの緑の橋の向こうのところを確か一生懸命自転車で漕いだんじゃなかったかな、向こうだったかもしれないな。もう全然ちょっと今見ただけで早すぎてもうテンパっちゃってね、よく分かんなかったですけど、で今またちょっとだけですね、今右側で景色を見てたんですけども、まあ、そんな関係なくもう今ね、今ほら見てください、これ岩田の駅を通過して旧東海道はこっからここにこう東海道って書いてあるじゃないですか、こっから向こうを見たところが現在の岩田市の旧三つけ塾。ここから先は長いですよねみたいな話してたのに全然長くなかった、一瞬だった。暗くなりかけるところにあの三つけの駅を三つけの町を出発して、そして浜松に着いたのが夜の8時だったかな、2時間ぐらいかけて行ったところが右と左をちょっと見ただけで一瞬ですよね。もうあれは袋井の駅だ。袋井の駅があそこに移ってたということは、要は袋井宿を通過したということですけど、確かに通過してるわ。まあ袋井の駅があったんだからそうですけど、ごめんなさいね、なんで早いんだみたいなことしか言えなくて申し訳ないですよ。あれ確かに自転車こいでるとき見えたわ。あれあの先にあるのなんだろうな、なんだろうみたいな感じずっとこいでたんですけど、新幹線ではパッと映ったかと思えばもうすでに消えていきますよ。次は掛川ですね。掛川と袋井の間も自転車でこいだときはまあ長く感じたもんですが、袋井と三つけの間は確かにちょっと近かったと思うんですよ。って言ってね、今袋井の駅を出てから今の話をして Google マップを起動したその時点でもう掛川が目の前に迫っていますから、掛川から先は左右の中山峠を越えるってんでもう大変な思いをしたもんですが、関係ないだろうなそれも、またこの列車には。町並みがもう掛川市街に入ったって感じがしてきたぞ。これは掛川駅の手前のあの線路が分岐するところじゃないですか。本当に速い。お城もちゃんと見える、見えると言ってたらもう目の前を過ぎ去っていくじゃないですか。いつもだったらね一旦自転車を止めて、今お城が見えるブレーキをかけて止まってスタンドをようやく立てたかどうかぐらいの頃ですよ。もうお城はあんなところ行ってしまいました。本当にすごいものができたね。こんなものを作れるんですね。これ昔の話からしたら
江戸時代にとってのタイムマシンぐらいの価値あると思うんですけど、これタイムマシンってのはちょっとまた違うかもしれないけど、まあどこでもドアだよな、こんなの。実際そうじゃないですか。1秒間で70メートル先とかまで瞬間移動、それをずっと繰り返してるようなもんなんだから、すごいや。そしてこの裏にね、大変だったあの険しい左右の中山峠があるはずですけど、日坂宿のあたりからずっと登るわけです。そう、まず日坂宿があるんですが、日坂宿はもうこのあたりです。あ、お茶畑が見えるわ。掛川と日坂の間はそんなに離れてないですが、自転車でまあまあ漕ぐなと思いながら通過した記憶があります。その道はもう一瞬で過ぎて、このお茶畑の遥か上の方まで行ったところを自転車で私は越えたんですけど、新幹線は邪魔な凸凹があったら登るのではなくて突っ込めばいいですから。あの遥か向こうの方だったはずですよ、私の辿った道もね。あそこで食べたね、子育て飴がうまかったんですよ。険しい山越えの中で力をくれました。基本的にずっと撮影を続けてますよ、さっきからもう豊橋あたりから。途中多少テンポの向上のためにカットが入ってるとは思うんですが、それでも私の感じている感覚をほとんどそのまま皆さんにお伝えすることができているだろうと思います。金谷塾がここにありますけど、ね、素敵なところでしたよ。もう行かないんですよね、新幹線は。そんなところはここも結局山道が険しいので、こういう風に迂回していかなきゃいけなかったわけですが、別に山道険しても関係ないんで、好きに行けばいいから。大井川を渡るところまでこんな行き方をするんですか。私が行ったこれですね、旧東海道はこの1号線だか、これかなんかどっかこの辺の34号線かなんかがこれを渡るんですけども、全然違うところを新幹線が通ります。こっちですから。なぜかつったらば、山越えのことを何も考えなくていいからです。トンネルで行くだけなんで、速度も速いのになおかつ距離も短いですから、ね、それも金屋宿と島田宿はもうみんなまとめて通過してますよ。もう関係ないというくらいに、ね、さやの中山峠なんかどこ行ったんだって感じ。今この辺り牧之原、徳川家の家臣が頑張って開発したお茶畑がこのトンネルの上にはあります。あの橋も見に行きましてね、島田のところから宝来橋、これ書いてあるじゃないですか、車が通れないから地図としては出てないみたいだけど、それがもうどっかあの辺りの山の上とか、まあ、この山の裏側を行くと宝来橋があるんじゃないですか。早すぎるよ全く座る気にならない。さあ、そして大井川です。これですよ、あの彼方向こうの方を頑張って自転車で走っていったのです。よくわからないままに通過してしまった。昔はあそこを頑張って歩いて渡ったと言いますから、そこを200何十キロの鉄橋で一瞬で越えて、場合によっては川の水が多いからちょっと今は行っちゃダメです。何日もその前後のところで川越の宿場みたいなのが並んでいるところでずっと待たなきゃいけないっていう場合もあったそうです。全く関係ないかのように通過しました。そしてもう島田の大井川過ぎたと思ったら、あれは藤枝でしょ、多分藤枝の宿場もあるなと思っている間にもう過ぎてしまいます。この辺りは道が険しくて、藤枝を過ぎた後はもう一度また峠を行かなければなりません。今度は宇都宮峠、私あんなところ来たの、すごいや。あっちから行くのが静岡方面では最短ルートということになっていまして、豊臣秀吉が小田原攻めの時に、そこを開発して今の東海道の源流があるという話ですが、まあ、今の東海道っていうのはもうまさにこれのことを言うんですよね。すごいね、本当にすごい。確かに見るとこの山と山の合間のところ、あそこら辺を行ってたんだな。こんな深いところを走ってたのか、自分が当事者となって走ってみるとよくわからんのですよね。まあもちろん道はその山の中でも割と低いところをなるべく行くように作られますので、こういう山があってこれ一番上まで上がってから下へ降りていくということではないですけど、それではないですかねえ。でも思いっきり山と山に囲まれたところ行ってたんですね。まあそうか、すごい深いところだったもん。
からちょうどこの今私がカメラを持っている牧田のあたりで旧東海道は宇都宮峠に入って、そして昔はもう困難な砂利道みたいなところを行って、明治の時代になって昭和の時代になって新しいトンネルが次々と開通して、今では自動車はそれほど難所と呼ぶべきような状態ではないところを通過しているようです。新幹線はその南側、海の近くを過ぎ去って、もうすでに焼津なども後方になっているようですが、このトンネルを抜ければもうとろろご飯が名物のマリコの宿場の近くではないですか。今山の際のキワキワのところを行ってますが、もうほとんどこっちの宇都宮峠のところはもう抜けてしまっているじゃないですか。多分そろそろね、左側の景色ももう開けてくると思うんですよ。ほらだんだん良くなってきて、ああそう、この多分あそこら辺を分け入ったんですよね。私も違うかな、多分そうだと思うんですよ。そう、この間を行ったんですよ。すごく貴重な経験だったね。これから先の東海道新幹線の旅が毎回とても楽しいものになりそうです。この辺りがマリコの宿場町で、もう過ぎたか、マリコはちょっと、まあ正確に場所が少し違うと思うんですが、もうすぐ向こうだと思うんですが、またいくつ宿場を過ぎ去ってしまったか、もはやこのスピードの中では数えることもできません。次々いろんなものが見えてくるから、それを見ているだけで精一杯です。カウントするほど時間の余裕がないというのがまたすごいこと。出ました、安倍川、あの橋も渡りましたね。朝あそこで牛丼食べましたよ。懐かしい。これを渡ったらもう府中の宿場です。お餅屋さんがあそこのすぐ脇にはあるでしょう。今日はそういう富士山はどうだったかな、右側から見たらもしかしたら見えたかもしれませんが、これで静岡を通過、もう静岡ですからね。静岡から浜松までが一体どれほど困難になったことか。あの一日だけは本当にきつかった。もう浜松に夜着いた時フラフラだったんですけど、自転車でスッと行くだけで、自転車じゃなくて新幹線乗ってるだけでもう過ぎちゃいましたよ。私の泊まった静岡の本陣も、阿蘇市や静岡もどっかあの辺にあったはずです。静岡の次は宿場町で言えば江尻です。もうこれもすぐなんだろうな、多分港が向こうにだんだん見えてくる頃じゃないですか。本当だったらそんなすぐには見えないんですけど、新幹線ですからね。この辺りもまた、そうそう、ここに車両基地とか貨物基地とか再開発された町があって、ここを東海道何度かくぐったりとかしましたよ。そうそう、右行ったり左行ったり。おお、素晴らしい。今日はこんなに素晴らしい富士山が見えている。どうせなら今まで見ることのできなかったあの右側の大阪へ向かうときには左側となる左富士を見たいところです。でももう終わっちゃったからな、しょうがない。こんだけ綺麗に見られたんだったら十分ですよ。そう、ここで今のところで静岡鉄道をなんか見たりとかしながら、そうそう、あのね、山のふもとみたいなところのちょっとデコボコしたところを走りましたよ。富士山を見ているだけでまたすぐ次の宿場へ行ってしまうんじゃないですか。もう今多分あとね、一駅ぐらい行ったらね、今草薙か、多分次がもう清水駅なんじゃないかな。どっかもうあの辺が江尻宿です。夜の暗い中ガンガン自転車を漕いで、さあなんとか静岡に着くぞ、一生懸命行くぞと車と混じって走った江尻静岡間もこのように一瞬です。富士山が見えるなと思っているだけでいいのです。昔の人からすれば夢のまた夢の、想像すら及ばないような時代を今生きることができているということを実感します。見て、清水江尻宿を通過しました。次は沖津です。沖津もおそらくもう一瞬で通過すると思われます。あの夜に清見寺のあたりから見ましたね。あそこが清水港の一つの埠頭ですが、ちょっとクレーンが上に伸びているの分かるでしょう。あ、もうすでに清見寺のところから見た沖津の埠頭も見えてるわ。別々の、結構清水ってね、港が何箇所にもあって広い大きな港なんですけど、もう沖津に来てるじゃないですか。江尻を通過したばかりだと思ったのに、2つの宿場町が1つになっていて、もはや宿場という概念を
こで見出すことは今ではできませんよね。別々の町同士で中継をしながら物を輸送するっていうのが宿場の主な、役割だったわけですけど、中継するような距離ではありませんから、もはや静岡と清水は通勤圏であります。あれ、もしかしてあれか、もう興津のところは地上にこれ以降出ないのかな。ずっと地下のままひたすら行くみたいですね。一つの宿場を地下のままで行ってしまうんでしょうか。ここはあれですよ、由比と興津の間には歌川広重が浮世絵にも描いた札幌峠の富士山の景色があるのですが、あ、一瞬だけ、あ、これ一瞬だけ駿河湾が見えました。そして前は私はこの山の上をずっとこう登ってですね、札幌峠に挑んだんですけれども、もうすでに興津の宿場は、まあ一応言っておきますが、もう遥か彼方に過ぎ去ってしまっておりまして、そう、この川とかも渡りましたよ。でこの山の上を行って富士山とそれから東海道本線の映像などを映したんですが、新幹線はもうその札幌峠も地下のトンネルでそこに存在することをお客さんにも秘密にしたままで通過してしまうようです。次の宿場は由比です。しかしもう興津と由比の間の中間地点を過ぎ去っています。この地形の感じだと、あ、もう由比の宿場は見ることすら叶わなさそうだ。そうですね、確かに宿場の真裏がもう全部山でしたもんね。ああ、あの時に自転車から見た景色が見える。まあ、同じ景色だ。というか新幹線から海がこういう風に見えること私正直知らなかったです。すいません、見えたんですね。もうね、由比の宿場はもう過ぎたと思います。今多分あの海をバックに由比の宿場を見たんじゃないかな。もう過ぎたと思いますよ。今の一瞬で終わりましたね。そうでしょう。今ここにいるってことになってますけど絶対間違いですから。次の宿場は神原ですな。神原ももう過ぎたと思いますよ多分。今地上に出てこの一瞬でもう景色を見終えて、もう神原も過ぎちゃったな。だから富士川を渡る手前までもう何も見えないんじゃないですか。もう私が思った以上に新幹線速くてやっぱびっくりします。特に静岡県内いろいろ見どころもあったし大変なところも多かったですから。結局新大阪東京間でグリーン車の座席に座ったのは、まあ、おそらく草津名古屋間だけということになりそうですね。これデッキでね、この言葉にきちんと残しながらあの景色を楽しまなきゃもったいないですよ。これは多分ここで東海道は左手に移ってくるな。さあここが、おお素晴らしい富士山が見えるわ。ピンと早く合ってくれ。合いましたね。ここが岩淵の、そう、あの崖の上とかあの辺を行ったんですよ。ここ今 JR 東海の富士川の駅があって、もうそろそろ富士川を渡ります。これよりだいぶ上流に行ったところにある橋を渡ったわけですが、素晴らしい、美しい、綺麗だ。あの向こうに見えますね。私が富士山見えないなと思いながら渡った橋が、あれを行ったんですよね。そう、行きましたよ。確かにこれでもう神原も過ぎましたので、神原の前は吉原ですね。これ道中見たかったな、この素晴らしい景色。まあ最終回で浮世絵の美しい富士山の姿皆さんにも共有することができたから、まあ良かったか。まだ最後の最後こんな素晴らしい天気になりました。吉原の宿場も後にこの製紙工場で大変栄えたそうですが、どこが吉原なんだかもよくわからないままに過ぎ去るな。多分まだこれからだと思うんですけどね、多分ね。今通過しているのが新富士の駅で、ちょっと速度を落としめのようです。今一瞬だけ Google マップを起動するためにカットしましたけれど、もうその間に吉原の宿場のもうほぼすぐ近く、どっかあの辺が吉原宿の中心部のはずです。あのなんか高い建物はいくつか並んでるあの辺りか。そう言いながら過ぎてしまいました。吉原とその次の神原の間がめちゃめちゃ長かったんですよ。実際地図で見てもここが吉原で神原ここですから、まあまあ遠いんですけども、まあ、新幹線でも今までに比べると時間はかかりましたが、富士山見えるなってやってる間に終わりました。昔津波から逃れてどんどん山あいの方へ移転していった旧東海道、現在では対策もきちんとできて山から随分離れた海の近いところにまたルートを戻しています。
こっから見ると、ああれだ、千本松原が見えますよ。千本街道、東海道の別ルートが通っているところ、そのすぐ脇の松原の上を私は見ながら走ったのでしたが、すごいね。あ、もう伊豆半島がこんなに大きく見えてきた。さっき大阪にいたんですよ。まだ大阪を出てから2時間経っていません。2時間ってだって昨日枚方から大阪まで行きましたけど、枚方大阪間よりも余裕で早いですからね。まあ、僕の電動自転車が遅いっていうのもあるとは思うんですけど大阪府内をずっともたもた走ってるという間に、こちらはもう今吉原も過ぎて、学南電車の上なんかも今通り越してましたけど、もうそろそろね、原の宿場に近づいてるはずです。ていうか地図を見たらもう原だわ。これですからね、吉原がここですから、吉原よりももうだいぶ原に近いですね。富士山の裾野となっているこの辺りでは、このような壁状の地形がないところ以外は遠くまで景色をすっと見渡すことができまして、原の宿場がどっかあの辺りではないですかね。なんかその辺が原らしいですよ。早すぎてわけがわからんな。もう一つ一つが宿場がなんかあるということを、事実を確認するので精一杯です。原の次は沼津です。沼津も新幹線から見ることができる場所ですが、この分ではね、どういう風になるかってもう最初から察しがついています。左手富士山は見えるかな。今この場所じゃちょっと見えないのかな。なんか見える場所がね、この辺り綺麗に見える場所があったんですけど、そんなことを多分探していたら沼津を見逃してしまうだろうな。本当に見逃すところだった。もう沼津です。ほらほらほら、あそこに町がありますよ。沼津の港、伊豆半島の付け根の方まで確かに移動してきている。さっきと見えている伊豆半島の位置が全然違いますからね。さっきはもっと向こうの方を見てたわけですよ。早いな、すごいな。これに金さえ払えばいくらでも乗れるっていうんだから、すごい。どれだけ新幹線が素晴らしいものであるか、皆さんにお楽しみいただいていること間違いないと思います。でも新幹線もすごいですけど、そうじゃなくて在来線だって十分すごいですからね。今回東京まで帰るときに、時間の関係と、それから鉄道会社の関係で、新幹線だけかなと思って、それ新幹線で帰ってはいるんですけども、そうじゃなくてね、全部もうなるべく並走しているところは、旧東海道に沿う鉄道で行って、それで列車で帰ってみて、人に翼の汽車の恩を感じてみるというのもいいなと思っていて、またいつかね、旧東海道沿いになるべく鉄道を使って進んでいく旅というのをやってみて、それぞれの宿場町を体験するなども、視聴者の皆さん の, ご要望などあるようでしたらやってみたいなと思っています。という話をしているだけで沼津三島間を行き過ぎました。ここも東海道の宿場町、そしてこれよりいよいよ箱根八里の上り坂ということになりますが、もう三島を通過しているそのうちに箱根の方へ目をやっておかないと。あ、こっちからだと富士山がなんか見えないですね。もうこれ箱根の山が見えますよ。そして自転車でこっちの方へずっと登っていったわけです。こういう方向にね、東海道新幹線はさすがに箱根そのまま登ることはできないので、今このように右にカーブをしているところですが、すっといてこのおよそ32キロの険しい山道はもう遠回りとかなんとか言いながらも、こんな距離なんかこんだけ速度を出してれば関係ありませんから、何も気づかないような間になくなってしまうんじゃないかと思います。しかしさすがにここはね、丹南盆地、ここ箱根の上の方から見下ろせたわけですが、この辺りの道は結構山道起伏が大きいので、トンネルの中で箱根の山をずっと見続けるということはそう簡単にはできないです。山の上からここの景色を見たんですよね。この辺りの景色が全部一望できるほど高いところから自転車でこの旧東海道をひたすら下ってきたのですが、もう静岡県も終わっちゃうのか。おかしな話だよ本当に。朝のうちに東京に着いてしまいますから。なるほどな、鉄道消化でね。箱根八里の山道もあれ見よくもの間より、
あるんですけど、それもまあ納得だ。 あそこに箱根の山道が、箱根の山があるなと思いながら、それを完全に人ごとのようにして過ぎ去っていくわけです。今新丹那トンネルにもう入ったようです。要するにこれを抜ければ熱海ということになります。もうこんな距離を自転車でよく来ましたね、本当に。でもさすがにこの新丹那トンネルは長いですね。さっきからずっと走ってるんですけど、なかなか抜けないですから、まあ、今は多分先行列車かなんかの関係で速度をちょっと落としてるっていうこともあると思いますが、それにしても時間がかかる。やっぱ箱根のこの辺りの山道は急で険しくて、そして長かったんですね。ここで初めてなんかちょっと安心しましたよ。あ、やっぱここは今でもちょっと大変なところなんだなと。ところがもう熱海に出ました。これで箱根八里の山道の、まあ、およそ半分を来たということになります。もちろん実際にはこの遥か山の上の方を頑張って登っていったわけですけれど、まだ午前中の日差しです。あっという間に熱海の駅を通過していきます。やっぱり三島箱根間4里およそ16キロ、そして箱根小田原間4里およそやはり16キロ、この2つを新幹線でさらに迂回しながら行くわけですから、どれほど速度性能が高くともこの辺りは未だに長いと感じそうです。それは江戸時代に宿場がこの辺りでかなりまばらだったから、それのことの方がどっちかというと大きいかもしれませんけどね。ただ列車も今加速してきて、どうも先行の列車が待機線に入ったようですから、前の列車小玉号が多分小田原駅でのぞみ号に追い抜かれると思いますので、その追い抜きの準備ができたということは小田原ももうほど近いはずです。さっきまでよりも列車の速度が随分上がっています。トンネルももうそろそろ抜けるんじゃないかと思います。確かにこの区間では時間はかかりますが、しかしとは言っても多分箱根峠の途中にある甘酒茶屋とかに入って、それで甘酒と、シソジュースとあとはお持ちください、出てくるのを待ってるぐらいの時間しか多分かからないでしょうから、これは一般的に時間がかかるとは言えないでしょうね。むしろ一瞬じゃないですか。あー、もうこれで箱根の山が向こうに見えて、私が登っていった旧東海道、これは早川ですよ。この登山電車の脇の道を行ったわけですが、これだ、これ今の道が旧東海道ですよ。さあ、箱根八里の道のりも全部終わりました。列車はまもなく小田原の駅を通過します。見えるかな、なんか見えないような気がするな。一瞬だけ見えましたね、ほらほらほら。で、あの私の順番待ちをしている新幹線も確かにいるんですけど、もうだらだよ、ふざけたこと言ってますわ。吉田茂のお家とかあの辺りで通ったのを思い出します。小田原を過ぎてまだいくつかトンネルの地帯、これは新幹線が最短距離を走るためにわざわざ自分から山道に突っ込んでいるからです。東海道を走っていた時には向こうのあの海の近くの松並木の間を抜けていけばよかったのです。そろそろ大磯じゃないですか。小田原と大磯の間まあまあ離れていますから、ここもやはり少し遠いかなと思ったんですけど、そんな風には感じない。多分ね、旧東海道よりも東海道新幹線の方が圧倒的に道がまっすぐになっているからではないかと思います。この山の裏側でしょうね。ここからでは私がたらふく、刺身じゃなくてなんだ、シラスを食べた大磯の街は見えないようですが、ともかく過ぎ去っています。大磯の次は平塚です。この山をあなたはこれから越えていかなきゃいけないんですよ。お客さんに嘘を言って、それでなんとか収入を確保していたという平塚の宿場、それは大磯からすぐのところにあって、もう今向こうにちらちらとこう見えているあの辺がそうではないですか。もしかしたらもう茅ヶ崎まで来てしまっている可能性もあるから、ちゃんと場所を確認しとこう。さあ、今どこにいるかな。あ、ちょうど平塚でしたね。ここから向こうの今では湘南で随一の町の規模となりました。これが平塚も過ぎています。相模川を渡って、この川を渡るのも長い橋を行ったもんですけど、実際新幹線も長い橋を渡ってはいますが、
ただ長くても別にそれが何か困難だとか面倒だとかそういうことはなさそうです。でもこれ走るのは速いからいいですけど、こんな長い距離の線路をいろいろまた人もいっぱいいるんでしょうけど、全部ちゃんと安全に列車が走れるように整備してるわけだからすごいですよね。それって今でも、まあ、それはやっぱり53次並みにいろんなところで分割してみんなでお互いに手間を分担してやっているんでしょう。さあもうこの辺りでは東海道新幹線は旧東海道とは大きく外れて新横浜の方へ一直線です。今愛那宿の茅ヶ崎なども過ぎたと思います。平塚の次の宿場は藤沢です。今回の特に名古屋東京間はもうまさに自分の今までの東海道53次の旅の総集編、早戻しでしたね。こんなに早いもので自分の辿ってきた道を全部見てきて、あ、もうここか、もうここかと言っている間にもうじき神奈川県の中心横浜、それも過ぎて東京に着いてしまうわけです。さあこの新幹線は藤沢市を直接通るということはありませんけれども、しかし途中でその藤沢へ向かう小田急江ノ島線と交差をするようです。地図を見る限りではもうそろそろです。このトンネルの中でしたのかな、今どっかのこの辺のどれかだと思いますけど、ああ、一応藤沢市内か、ここはそうみたいですね。特に静岡県内が感動的だった。あんなに過酷な道のりが一瞬だった。グリーン券がもったいないからちょっと座っときますか。一応さらにすごいのが、この東海道新幹線ができたのは別に昨日の話ではなくて、今からもう56年も前のことだということです。1964年の開業、およそ60年前の技術が、まあ、基本的には使われているという言い方をしていいでしょうか。そんな頃から53次をこの勢いでぶっ飛ばしていく乗り物が普通に存在していたんですから、本当にありえないことだと思いますわ。江戸時代が終わったのが1867年で、新幹線ができたのが1964年ですから、江戸時代からたった97年ですか、それで新幹線が東京大阪を光号でぶっ飛ばして走るようになってしまいました。だから江戸時代が終わってから新幹線ができるまでの期間と、新幹線ができてから、この2020年になるまでの期間を比べるともう半分以上経過してるんですよね。さあ新横浜を出たからまた取りに行くかと思ってゴミを捨ててきたんですけれども、もうこの景色は今武蔵小杉ではないですか。武蔵小杉はもう少し南部線で、まあ、数キロとこまでは行かないかな、ちょっと南下すれば川崎駅というところで、まあ、実質川崎塾でもいいのかなと思います。この辺りになるともうスピードは出さないし、普段新幹線に乗っているともう半分東京に着いたような感覚のしてくるところですが、こんなこと言ってるけれどまだまだ東京までは距離があるし、昔は東海道の難所でもあった多摩川を渡らなければいけなかったわけです。そんなこと普段乗って全く気にしませんからね。本当に一瞬だった。あそこに大発展したかつての川崎塾の姿が残っています。今向こうに大井ふ頭のクレーンが見えますから、まあ、あの辺りが品川の宿場ですね。早かったよ、すごかったな。この辺か、こっちかな。ちょっとこれからカーブをしますから少し見誤ったかもしれませんが、ともかく夢か時の間に53次は全て終わりました。もちろん53次の全部行ったわけではないかもしれませんが、しかし大阪東京間がこの一瞬です。そしてこれだけ大勢の人を運べる16両編成の車両にて極めて頻繁な運行がなされているのもすごいことです。事故は一度も起こったことがありません。この向こうが品川の宿場ですからね、完全にその江戸型の見つけも今過ぎ去ったところです。
江戸の入り口、高輪大木戸の跡がちらりとあそこに見えます。ここから先は本当に江戸だった場所です。昔ここは全部海で、長い大名行列が海の際を歩いていくその様が浮世絵などによく描かれていたようです。そしてこの橋、札の辻橋を下ったところにある交差点、あそこで江戸ではこういったことはしないように、キリシタンを見つけたらぜひ幕府に知らせてください、報奨金を差し上げます、そういったことをいろいろ書いた考察が並んでいたと聞きます。江戸の町に入ってきました。実に簡単な道中でした。一切の関所もなく、ただ乗車券を買って自動改札に投入するだけです。まもなく終点東京です。中央線、山手線、京浜東北線、東北、高崎、常磐線、総武線、京葉線、東北、上越線。こんな便利な鉄道が東海道だけではなくて、いろんなところに隅々まで巡らされているというんだからすごいことです。どこへでも一瞬で行けるような気がします。素晴らしい時代に生まれたもんだと本当に心から思います。今後も鉄道を使って多くの旅行をすることになるでしょうけれど、今までより東海道方面だけではなく、どこへ行くにもその利便性、素晴らしさを実感しながらの行程ということになるでしょうね。何日も何日もかけてやってきた江戸から大阪への道中に対し、朝じゃあそろそろ出発するかと適当に新幹線の切符を買って、そして弁当を食べて景色に驚いているだけでついてしまった帰りの53次の旅、素晴らしい体験をすることができました。一生の思い出になったと思います。ご視聴いただいてどうも本当にありがとうございました。この私の乗ってきたのぞみ92号ですが、この駅で折り返し、また新大阪行き225号となって出発し、1時半お昼過ぎにはまた大阪へ着いてしまうということです。それは東海道新幹線としてごく当たり前の動きですが、53次を1日で来るだけではなくて、1日に何度も何度も往復してしまうというんだから本当に恐るべきことです。最後にこれまで何度か紹介してきた鉄道唱歌の歌詞、これ草津のあたりでも紹介したと思うんですが、東海道バージョンと東北バージョンとありますけれど、2つご紹介します。1つはですね、思えば夢か時の間に53次に走りきて、神戸の宿に身を置くも人に翼の汽車の恩というものです。この間草津地区のところでも紹介したかもしれませんが、要するに翼が生えたかのようにあっという間に遠くの町まで、こんな神戸やら東海道53次を過ぎ去って連れてってくれて、汽車というのは本当にありがたいものですねというのがこの歌詞。それからもう一つ、東北編で岩へ人々鉄道の開けし時に会える身を、上野の山の響くまで鉄道唱歌の声立ててというのがあるんですけども、これ要するに鉄道がこんな風に立派に走っているような時代に生まれることができて本当に良かったですねという歌詞です。私もとてもそう思います。昔の宿場のにぎわいとか、お侍が通っていく大名行列の眺めとか、それも体験してみたかったです。それはできないのはちょっと残念かもしれませんが、しかしその代わり鉄道というものでこんなに速い立派な旅をすることもできるし、逆にこのビューンと行ってくるこのすごい旅行をですね、それがいかにすごいのか、日々の旅行がどれだけすごいのかということを自分の足で、自転車などを使って体験することもできる、大変贅沢な時代に生まれたものだと幸せに思います。こんな幸運なことはありません。これは誰であっても幸運なのです。